めきメモリアルガールズサイド4、クーヤさん攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回は初めてクーヤさんと出会ったところですね。で、まあクーヤさんと出会ったといっても、こちらはねクーヤさんの名前を知ってますけれども、一応まだマリーちゃんはね知らないことになっているので、いつのタイミングで知るのかな。あ、こんなのそういえば見たんだっけねこれあ、でもこれは多分サッサ君の攻略してる時にね見たはずなんで、ちょっとこれは省略しましょうかね。で、2回目の出会いがですね今週起きるはずなので、早速行ってみたいなと思います。それじゃあお母さんとはぐれたのはこの辺り？泣いてたらわからないよ。男の子ならしっかりしなきゃ。この声は確か。クヤお兄ちゃんおんぶ。あ、ここで男の子が名前を言ってくれるんだ。まさかのこれで名前を知るんだ。いいよ。おんぶすればはっきり返事ができる。赤ちゃんみたいになるけど。やっぱりおんぶしない。よし、じゃあお兄ちゃんと一緒にお母さんを探そう。あれ、君は。お母さん。もうまたクーヤお兄ちゃんに迷惑かけて。またそうか、名前も知ってたし、常連迷子常連お母さん、こんなデートスポットに何しに来てんの？もしかしてなんか複雑な、やだ、なんか複雑な家庭環境で、なんかお母さんなんかシングルマザーで、なんか彼氏と子連れでデート中みたいな、そういう話じゃないよね。ちょっと一気になんか大丈夫ですよ。今日は泣くのもおんぶも我慢したもんな。本当にもう、いつもありがとう、クーヤさん。いえいえ、気にしないでください。僕の仕事ですから。仕事？親子とはよく会うんですか？そうそう。あの子、とにかく元気いっぱいで、しょっちゅうお母さんとはぐれててね。それなんかちょっとお母さんも注意した方がいいんじゃないの？なんかそんななんかちょろちょろするような子だったらなんかやっぱり何しに来たんだろうっていうのがすごい気になるんだけど、もう子供と遊びに来たのかな。でも今日は立派だったよ。おんぶを卒業できたんだから。いつもおんぶしてあげてたんですか？そうすれば泣き止むんだ。数時間おぶってる時もあるから、普段から体を鍛えてるよ。君も体を使った仕事をしているようだし、運動をして鍛えておくといい。備えあれば憂いなしだ。なんか体を使った仕事って、まあ、まあまあ足でね取材をしてるからっていう意味ですけどもなんかねはい、一応体力をつけてみました。あ、これ一応あれなのかな、なんかパラメーターがさ、確かにさ、段階があって、今回って運動が95以上じゃないと見れないんだけど、そのこうパラメーターに関連したような内容に一応なってるのかしらね、会話がね。前回も確かに体力をつけといた方がみたいな感じだったもんね。うん、そうみたいだね。大変だ。急いで向かわないと。それじゃあ急用ができたから僕はここで。なんかあんまりこう大ちゃんに比べて関西なんか京都感は全然ないね。まあ家でしか出さないのかな。でもさ、確かさ、高校からこっち来たって言ってたよね。だからそんなに、だからクーヤさんも一緒に来てるはずだから、
そんなにこっちでの暮らしは長くないけど、すごいな標準語そんなことないからこの間も休養って言ってた気がする。あ、またお礼言い忘れちゃった。名前もちゃんと聞けてないけど、クーヤさんって言ってたよね。なるほどね。まあ大ちゃんのお兄ちゃんだから、ちょっとこうお兄ちゃんっぽい感じとかもあるっていうことなのかしらね。でもなんか結構さ、見てるとツイッターとか見てると、なんか大ちゃんと本当の兄弟じゃないんじゃないか説とかは結構見たことがあるんだけど、このなんかやっぱり結構標準語だなみたいなところとかもあって、そういう話とかが出てきたりするのかしらね。ちょっと真相がね気になるところですけれども、ちょっと純粋に兄弟であってほしいなと思うけどで次のね出会いもまたちょっとハバチャのコマンドと運動パラはもう大丈夫かな。ハバチャコマンドがねちょっとまた回数必要になるので、またね3回目の出会いまで時間を進めたいなと思います。はい、ではあれからね季節が変わりまして、もうね秋も終わろうというところで、で今週またお話が一応進むんですけれどももしかしてこれはクーヤさん出てこないやつどうも、ダイヤの原石探しは順調？あ、ゴロ先生、実は今気になっている人がいるんですけど。あら、どんな子？困ってる人を助けてくれる優しい人です。名前がクーヤってことしかまだ分かってないんですけど。え？クーヤ？あら、マヨさんクーヤって確かマヨ先輩の。編集部がざわざわしてる。どうして？さすがね。え？あなたやっぱりいい感じしてるわ。その人のこと素敵だと思ったのね。はい。じゃあ再会のヒントをあげる。ズバリこのまま取材を続けなさい。しっかり流行のアンテナも張って。じゃあね。なるほどね、これでこう流行パラを上げなさいっていう意味ね。でもこれこの流れはなんかクーヤさん出てこなさそうそっか、取材だもん、流行も抑えておかなきゃ。これで一応分岐なのね。まあこれはでも見たところで多分さすがに意味ないよねこれはね探しに行く。うん、このまま探索を続けよう。またあの辺りに行けば会えるかもしれない。仕事してるって言ってたよね。あ、やっぱりね。じゃあしばらくはまた会えないんだねじゃあちょっとなんか世話しないですけれども、次こそ会えるはずなんで、じゃあまたねしばしちょっとパラ揚げとハバチャコマンドをしてね、時間の方を進めたいなと思います。はい、またあれから季節がね変わりまして、もうすぐ2月に入るところ、あ、誕生日かもしかして、ちょっとタイミングが悪かったな今週ね、またお話が進むはずなんで、また記者活動をねしてみたいと思います。クーヤさんいないのかな。取材もだけど、あの時のことちゃんとお礼を言いたいのに。この前みたいにハプニングとか困った人がいたら現れるのかな。でもそう都合よく困ったことなんて起きないよね。はあ、クーヤさんどこにいるんだろう。僕が必要？え？
生ってことを知るのかしら。僕を呼んだでしょう。それとも何かお困りかな。私、あなたに会いたかったんです。そうらしいね。どうしてわかったんですか。知り合いから聞いたんだ。ハバチャの編集部にいる人。はっきり言うと僕の姉なんだけど。編集部ってもしかして白羽真世さん。そう、君が僕を探してるって聞いてね。はい、ずっと探していたんです。お礼が言いたくて。お礼？何かしたかな。初めて会った日、よろけたところを支えてくださって。ああ、キスした時か。はっきり言うのね。え？あの日のことをまだ気にしてたの？君は律儀だね。ほっぺにキスしたことを思い出しちゃった。顔が赤いな。大丈夫？いきなり近い。うわ、近い。大丈夫です。ところでその制服は。そうそう、ちゃんと自己紹介をしようと思ってここに来たんだった。僕は白羽空也、姉ヶ崎学園の2年生です。私は藤谷しおり、羽ばたき学園の1年生です。白羽さん。空也がいいな。みんなにそう呼ばれているから。じゃあ空也さん、改めてこの間は助けてくれて本当にありがとうございました。どういたしまして。これで困りごとは解決した？はい。それならよかった。僕はね、なぜか困っている人や急なハプニングに遭遇しやすくて。前に仕事って言ったと思うけど、こういう体質だからよく街に繰り出して困った人を助けてる。何でも屋さんなんだ。あの服は何でも屋さんの服なの？あの C シャツのあの C パーカーは何でも屋さんの、まあ自由な服装なのかな、動きやすい服装ってことなのかしらね。ただ今日は僕自身のハプニングだったかな。すごく不思議な感じ。君はハバチャ編集部の記者のアルバイトをしているらしいね。はい、そうなんです。だから頑張って。記者さんなら流行に敏感にならないと。僕も陰ながら応援してるよ。ありがとうございます。実は空也さんの取材を。じゃあここで。そろそろ公園入り口付近で迷子とか落とし物が多発する時間だから。すごい、みんな世の中結構うっかりだね。そんな。行っちゃった。空也さんをインタビューするのには少し時間がかかりそう。流行を上げなさいってことね。で、まあパラメーターの方はね、もうバッチリなんで、気配りが激低ですけれども大丈夫なので、じゃあまたね、ちょっとしばらくハバチャコマンドをやる必要がありますので、時間の方をね進めたいなと思います。はい、またね季節は変わりまして、早くもねもう入学して1年が経って2年生になりましたね。でちょっとね、忘れてた、ずっと記事を見るのちょっと溜め込んでました。だいぶ前の記事だけど。駄菓子屋さんの看板猫、これ初めて見る気がする私。先日商店街の駄菓子屋さんの前を通りかかると、お店の前に薄茶色の猫がいました。この子の名前がきなこちゃん。駄菓子屋さんの看板猫です。日
日向ぼっこをしながら店番をするきなこちゃんの愛らしさに通りがかる人々はメロメロの様子でした、まあ、きなこちゃんって結構いそうな感じね。はたばはねよくあるかも。これではもういいですね。これ読もうかな。おしゃれな街並みで公園通りのお花たち。おしゃれな街並みでウィンドウショッピングを楽しめる公園通り。その歩道横に色とりどりの花が植えられているのをご存知ですか？実はこの花壇、地域の皆さんの取り組みで季節ごとに植え替えられているんです。お花に癒されたらお財布の紐が緩んじゃうかも。公園通りね、なかなかちょっと行くことがねないのでね。ウィンタースポーツを楽しんで。ウィンタースポーツ真っ盛り。森林公園地区のスケートリンクや羽ばたき山のスキー場は多くの人でにぎわっています。運動に自信がない方、見栄を張るのは NG です。正直に相手に伝えればきっとお互い楽しめるはず。運動パラがね40割ってる時は正直に言いましょうね。楽しんでね。はい、今週ですねまた少しお話が進むはずなのでね、記者コマンドをやりたいなと思います。あ、もういきなり今日はクーヤさんいるかな。いくらなんでも毎回は会えないか。あ、困らないとダメなのかもそんなそんな感じ。困るってどういう困るのでも会えなくて困ってるよねあー、どうしよう、困ったな。あれ、君また会えたね。演技でもいけるんだ本当に会えた。ん、ところでこの辺りで困っている人を見かけなかった？それ多分私です。え、それではインタビュー始めますね。よろしくお願いします。ちょっと浮かない顔してるまでなんか僕にインタビューしても面白いことはないと思うけどでは一つ目の質問です。何でも予算になったきっかけを教えてください。困っている人がたくさんいるからそれだけですか？そうだね。では二つ目の質問を。何でも屋さんのやりがいは何ですか？ああ、やりがい、考えたこともないな。やりがいってなければいけないもの？君はどう思う？まあそうね、やりがいはゼロだと厳しいかもしれないけど、そんなにこうやりがいを重視する必要は真面目に言うとないと思うわまあ、人それぞれだと思いますけれどもね、まあ、人生において何を重要視するかでしょうかねちなみに私はやりがいを重視して最初目指した道があったんですけれども、ちょっと挫折してですね、今はワークライフバランスを重視できることをね重きを置いてね仕事しておりますのでまあ、たまにねなんかこう突然忙しくなっちゃう時もありますけれどもまあ若い頃はね特にやりがいをこう重視しがちかなと思いますのでね、長い目で見ると、まあ、やりがいもねあった方がいいかもしれないけれども、大抵こうやりがいを分かりやすく感じられるお仕事というのはですね、まあ、一般的によくねこうブラックって言われるお仕事が多いかなと私個人としてはそのように思いますはい、まあ、マリーちゃんはねそんなこと知らないと思いますけれども逆に失望されちゃったね。言ったでしょ、僕にインタビューしてもいいことないって。どうしよう、このままじゃ取材にならないし、いっそのこと付着して実態を探ろうかな。あ、ここで分岐ですね。じゃあちょっとセリフがこの感じだとあるかもしれないので、ちょっとまずはねフラグが折れる方でやってみたいと思います。
やっぱりやめておこう。クーヤさんってつかめなくて、このままじゃ苦労しそうだな。難しい顔をしてるね。困りごと？いいえ、なんでもないです。今日はありがとうございました。うん、クーヤさんのことは記事にできそうもないし、もう諦めよう。お姉さんいて気まずくないのかな、この中で。弟のことが記事にならないってならないのかしら。今日はクーヤさんいるかな。いくらなんでも毎回は会えないか。あ、困らないとダメなのかも。はあ、どうしよう、困ったな。あれ、君また会えたね。本当に会えた。ん？ところでこの辺りで困っている人を見かけなかった？それ多分私です。え？それではインタビュー始めますね。よろしくお願いします。僕にインタビューしても面白いことはないと思うけど。では一つ目の質問です。何でも屋さんになったきっかけを教えてください。困っている人がたくさんいるから。それだけですか？そうだね。では二つ目の質問を。何でも屋さんのやりがいは何ですか？ああ、やりがい、考えたこともないな。やりがいってなければいけないもの？君はどう思う？逆に失望されちゃった。ね、言ったでしょ。僕にインタビューしてもいいことないって。どうしよう。このままじゃ取材にならないし、いっそのこと密着して実態を探ろうかな。じゃあ、今回ね、こちらを選びたいと思います。わかりました。クーヤさん、もしよかったら密着取材をさせてもらえませんか？密着取材？ずっと一緒にいるってこと？ずっとは無理ですけど、次回はクーヤさんと一緒に行動して私がいろいろ取材します。僕はいつも通りでいいんだね。それならどうぞ。情熱大陸みたいな感じね。ありがとうございます。どういたしまして。そうだ、流行りのことを今度教えてくれない？僕はそういうのに疎いから。あ、なるほどね。それで流行パラが求められると。よし、密着取材でクーヤさんのことをもっと知ろう。流行にも敏感になっておかなきゃ。はい、ちょっとね、じゃあ密着取材このままね行きたいところですけれども、また少しねここから幅じゃコマンドねやる必要がありますので、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。